はい、今回はホリエモンの超度級の半端ない発言と不都合な真実、こちらについて考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。sns にですね。まあ、このホリエモンの発言がえー、まあ、回っておりまして、そちらをまあ見たんですね。で、まあこの人っていうのはまあいろんなことが言われていますが、まあ、今回もまたとんでもないことをまあ言っていると、非常にそのようなことを感じる。その内容を考えていきます。 一体このホリエモンの半端ない発言というのは何かというとこういうことを言ってるわけですね。これは本人が言ってるんで、えー、まあどういうつもりでこれ言ってるのかわからないですね。こういったことを世の中にあの広めようとしてるのか知りませんが若い人間の血液を注入すると若返る。 しかし、これは倫理的に作ることがあまあ難しいとか言ってるわけですね。だ若さを作る成分とか、若返りの点滴とか、あそういったものを、えー、まあここ10年以内に、えー、可能になるかもしれないと、そういった趣旨のことを言ってるわけですよ。で、モンは口にはしていませんが、これっていうのは、あ、まるまるの話だと思うんですね。たぶこの動画を見て、そう思った人はあ結構いるんじゃないかと思うんですよ。 でホ堀モンっていうのはこ,あの、ね、こういうことを言ったりとかして、んでこの,あ,のあちら側の人間ですから、えー、大衆に向かってですねこういったことを誘導する、まあ、そういった役割なんでしょうが、まあ、非常にですね、えー、まあ、不気味であるし、こういったことを世の中に、えー、まあ、広めようとしてるんじゃないかと、あ、まるの話を、その言葉を使わずにね、うん、若返りだとかなんとかって言って、まあ皆さん、えー、この話ご存知だと思いますが、こういったことっていうのが、あこうなんていうのかな。 わからないように水面下で行われているわけですよ。でこれも もちろんはっきりとしたことがわからないがこういうことが言われており、まあ、この、ね「アまるロム」っていうのは、えーまあ、子供から取るんですよね、えーまあ、幼い子供からだけ、えーまあ、取ると、えー、子供をこを怖がらしてそのこ怖がっている子供の、えー、その様をですねこの消化体から出るそういったものを、えー、取る、まあ、そういったあものであると言われているわけですねもちろん <laughs> まあやっているものが 組織的なものであり、えー、実態が分からないのであくまでも黒い噂となっておりますが逆に 黒い噂がですね、えー、まあ、不都合な真実につながっていく、えー、話なんですね。黒い噂あと不都合な真実、あるいは不都合な噂から黒い、えー、不都合な真実から黒い噂につながっていくと。何かっていうと、日本っていうのは毎年、えー、子供が消えるわけですよ。年間1万人以上の日本の子供が消えるわけですが、えー、このお消えた子供たちがどこに行ってるかわからないんですね。さらに、まあ、日本の警察であったり、日本の政府が、えー、調べることができない。 状況にあります。で、このホリエモンのまあ、発言っていうのは、うん、ある程度のまあ、老人がですね。 あ丸々ロムを体内に入れるとると、まあ、そういったことを示唆していると思うんですね。だからあのもしこんなことが本当に起こるんであればこれからも今日本で大体ね年間1万人の子どもが消えるアメリカはもっと消えるんですか数万人消えるそれがこれからどんどんまた増えていってしまうそういう、まあ、懸念する未来なんですね。だから日本の子どもがどんどん消えていくその未来そういったものにつながるそういった可能性があると。 でこれって結構真面目に世界で言われてて日本では全く日本でもこういうことが起きておりますが全く話題にならないから、えー、何がどうなってるのかわからない。 えと思われるかもしれないんですが、世界ではですね、大きなまあ一つの利権として、えー、軍需産業、軍産複合体っていうのがあ,あります。しかし驚くことにですね、ジンマルマルバイの方があ軍産複合体よりも儲かるのではないか、そういったことも言われているんですね。だからつまりこれっていうのはジンマルマルバイとかそういったものが大きな利権となって日本の子供が消えている。うん、そしてそのことを全く日本の警察も日本政府も調べることができない。 でここには何があるのかっていうと日本の政府あるいは警察が手出しができないだから日本の創始国ですね、えー、通称 c マレ a といったものの関与が考えられる、えー、どこに行ってるのかっていうのは分かりませんが、うん、この日本からおかしいでしょ普通にだって毎年1万人の子供が消えてそれを操、あ、作、のー、できない状況におるここ何年間もねで挙げ句の果てに、えー、その消えた子供から「あ〇〇 とかっていうものそして今回のこのホリエモンの話で若返りの薬ができるんじゃないかとかっていう全てのこのね物事がつながってるんですよおそらくね。だからこの世界の不都合な真実それを語ったんですね。 うん、でおそらくホリエモンがこういう話をしても分かる人っていうのは少ないんじゃないかと多分思ってるんですよ。で、えー、なんか全然分からず何がどうなってるのかなとかっていうことなんですがそうではなくこういったことが日本国内でも起きているあるいは世界でも起きているそういったことを一人でも多くの方があの、まあ、理解していただく何かのお役に立てればと思ってお伝えしてみました。まあこのホリエモンっていうのは言ってることが意味が分からないですから、まあ、支持されてるみたいですけど僕は嫌いなんでね。でさらにこういう意味不明な。 うんあの半端ない発言をしたんでその発言の裏には、えー、世界の不都合な真実が隠れてるうんそういったものに一人でも多くの方が、えー、疑問を持っていただければと思って今回こちらの件取り上げてみました最後まで聞いていただきましてありがとうございます今回はこれで終わりです失礼いたします